カロリーナ・コバケビッチは、ポーランドの女性総合格闘家、ウッチ県ウッチ出身、シャークトップチーム所属、元、KSW 女子ストロー級王者、カロリーナ・コバルケビッチとも表記される。16歳の時から、誤神のために、クラブマガを学び、その後ムエタイを始めた。2012年に総合格闘技で、プロデビューし、翌年には、初代、 KSW 女子ストロー級王座を獲得した。2014年11月1日、インビクタ FC 級で三つ丸と対戦し、2から1の判定勝利。2015年2月21日、KSW30 でカリンドラファリアと対戦し、2から1の判定勝利。2015年12月19日、UFC デビュー戦となった UFC オンフォックス17。 ランダ・マルコスと対戦し、3から0の判定勝利。2016年7月30日、UFC201 で、女子ストロー級ランキング3位のローズ・ナマユナスと対戦し、2から1の判定勝利。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年11月12日、UFC205 の世界女子ストロー級タイトルマッチで、王者のヨアイエンジェイチックに挑戦。に、 キャリア全勝、UFC 史上初のポーランド人同士のタイトルマッチとなったが、0から3の判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2017年6月3日、UFC212 で女子ストロー級ランキング1位のクラウディアガデイリアと対戦し、リアネイキッドチョークで一本負けを喫した。2018年4月7日、 UFC223 で女子ストロー級ランキング8位のフェリス・ヘリグと対戦し、2から1の判定勝利。2018年9月8日、UFC228 で女子ストロー級ランキング2位のジェシカ・アンドラージと対戦し、右フックで失神小負け。2019年3月30日、UFC オン ES ・ ESPN バーボーザ・ VS ゲートジーで 女子ストロー級ランキング9位のミシェル・ウォーターソンと対戦し、判定負け。2019年6月8日 UFC238 で女子ストロー級ランキング13位のアレクサ・グラッソと対戦し、判定負け。ありがとうございます。